まあ、必ず結果は勝たなきゃいけないと思いますし、ただ一番大事なシンガポール戦で、また、恵組は試合が間隔結構空いてるので、またこういう天候の暑さで、そういうのを順応していかなきゃいけないですし、まあ、そういう意味では厳しい戦いになると思いますけど、まあ、自分たちがやっぱりサッカーを、やるので結果を求めていきたいなと思います。でそしてシンガポール戦にいい状態で入れるようにまあ、そうですね、やっぱり、どれ監督もそうですけど、勝ちにはこだわりと思いますし、それは僕らの職業ですから、だから、コロネシアも絶対勝ちたいですし、監督も、こちらさんもそうだし、なんでしっかり準備します。そうですね、やはりワールドカップと同じ、僕たちが今日の戦ったみたいですし、なでしこの方は、ね、やっぱり2連覇を達成できるように、僕たちを応援したいですし、僕たちも僕たちしっかりと今、ある目の前の試合でしっかりと、何勝も上げられるし、しっかりと勝ちきれる